こんにちは、りょうです、えー。今日はね、超初心者がゼロから学ぶ IT スキルってことで話をしていきたいと思います。えー、質問と要望をいただきました。えー、学長の会社では未経験者から採用されていると聞きました。未経験者がパソコンを使えるようになったり、IT で転職したり、副業で稼ぐためにはどうすればいいでしょうかパソコンは準備しましたが、勉強しようにも何から学んでいいかわかりません。私も学長やスタッフの方のように優秀な IT スキルを身につけたいです。 学長やスタッフの方がどうやって IT スキルを身につけたか、ゼロから教えていただければ幸いです。ということでね。えー、現在ね、まあ経験者も未経験者も含めてあの新たな募集っていうのはしてないんですけど、まあ、今までたくさん本当に、えー、人をね採用してきたんですけど、えー、ほとんどが初心者、未経験からだったんですね。えー、で、そういう人たちがどうやって、そういう人たちに対してどうやって IT スキルをこう伝えていったのかってことでね、話をしていきたいんですけど、えー、パソコンに興味があるけどわからないとかね、 あの、パソコン自体好きなんだけど、どうやって具体的に稼ぐスキルとか、具体的に学んでいったらいいかわからないとか、いう方って結構いると思うんですね。まあ、主婦の方とかでもいると思うんです。本当にゼロからの初心者だと、IT で食べていきたいけど、何からやればいいかわからないパソコンね、覚えたいんだけど、ちょっと興味があるんだけど、とか、ちょっとパソコンが使えるようになったら便利なのにな、っていう方っていると思うんですね。そういう方っていうのが、まあ、今回の動画の対象でね、もう基礎の基礎っていうところをえ伝えていきたいかなと。余分なところは省いてね、本当に必要な学ぶべき箇所っていうのをね、 え全部が、もう全部パソコンのことを覚えていくと結構幅広いんで、本当にここを覚えていくと大事だよって、ここが大事だよみたいなところをね、まあ順番に伝えていきたいかなと。なんで、本当に基礎の基礎からなんで、もうそんなこと知ってるよって人とかたくさんいると思うんですね。ただ、あの、視聴者の方の中ではも,もちろんすごくスキ IT スキルがある方もいれば、あの、本当にゼロからっていう人もたくさんいると思うんですね。たくさんそう,いう要望をいただくんで、この動画とかこのシリーズっていうのは本当にもう超初心者向けの え、内容でいきたいかなと思ってるんでね。えー、なんでもそんなこと知ってるよっていう人は飛ばしてもらったら大丈夫かなと思います。ただね、あの、本当に誰でも最初はゼロから。なんで、えー、順番にね、何からやっていったらいいのかっていうのをまあ少しでも伝えていけたらいいかなと思います。会社で社員たちに伝えてきたやり方とかね、実際にやってきた方法と同じ方法を伝えていくんで、えー、まあ少しずつね、えー、やっていければいいかなと思います。こう努力で誰でもある程度パソコンが触れるっていうレベルにね、えー、していきたいかなと。 でまず大前提としてパソコンは準備しておいてくださいねと。この、どのパソコンがいいかっていう質問も出ると思うんですけど、どのパソコンがいいかは過去の動画でも解説済みなんで、えー、このね動画の説明のところからその過去の動画にもえリンクを貼っておくんでね、えー、見れるようにしておくんで見てくださいと。で、まず最低限のパソコン操作を覚えましょうと。 えー、よくわからないとやっぱりなかなかね、教わらないですからね、その学校とかでもちろん教えてくれるっていうところもあるんですけど、本当にパソコンにあんまり触らずに来たっていう人もいると思うんでね、最低限のパソコン操作がわからない人っていうのがいると思うんで、最低限パソコン操作がわからない方は、あの、やっぱり初心者向けの入門書っていうのを一冊ね、実際パソコンを触りながら終わらせるっていうのが一番いいと思うんですね。僕が一からマニュアルを作るよりも、やっぱりいい、もうたくさんね、あの、入門書、いい入門書ってたくさんあるんで、初心者向けのね。で、 例えば、ファイルの移動とか、ネットを見る方法とか、最低限覚えておいた方がいい、キー操作とかね、図解付きとかイラストとかで本当にわかりやすく教えてくれてるんで、え、本屋さんに行って、一冊自分に合う本っていうのを選ぶといいと思います。ぶっちゃけ、こう、入門書っていうのはもうどの本でも結構良くて、本屋さんに行って自分が合いそうとか、読みやすそうだなっていうものでいいと思うんですね。 大体書いてる内容っていうのは似たような内容が書いてあるんで、あの、一冊終わらせるっていうのがいいと思います。本当にそんなに時間かからないですから、入門書の内容だったら、あの、分厚いというか、結構量があるように見えても、一つ一つは本当に、10分とか一つの項目、10分とか5分とかあれば終わるような内容ってたくさんあるんで、知ってる内容っていうのもたくさんあると思いますしね。なんで、最低限のパソコン操作がわからない人っていうのは、うちの会社に入った過去のスタッフたちでも、あの、初心者向けの入門書を一冊やってもらってるんですね。 で、それをまずやってもらうと。で、次に大事なのがここですよね。結構苦手な人多いんじゃないですかね。タイピングをマスターしようと。本当にね、タイピング大事ですね。こうブラインドタッチ。タイピングっていうの,の,の中でもこうブラインドタッチ、タッチタイピングですね。要は手元のキーボードを見ないで入力するタイピング方法を覚えましょうと。パソコンアレルギーの原因の一つですよね。タイピング。やっぱりブラインドタッチね。 を身につけないと、手元を見ずに入力する方法を身につけないと、画面、打つときはキーボードを見て、で、それから画面を確認していってやると、入力間違いに気づきにくいんですよ。しばらく打ってから入力間違いに気づいたりとかね。あと画面を見たりキーボードを見たりして、ずっと頭を上げたり下げたりしてると、やっぱりっ疲れちゃうんですね。 で、いつまで経ってもタイピングスピードも速くならないと。結局パソコンアレルギーの原因のね一つなんで、ブラインドタッチを身につけるってことでパソコンアレルギーを大きくね解消できるんで、何をするにもやっぱりこうキーボードでタイピングって必要になってくるんで、音声入力とかいろんなものはだいぶ向上してきてるんですけど、やっぱりそれでもキーボードで入力するってね、えー、どうしても今のところ必須なんで、これはどうしても通らないといけないところかなと思いますね。ブラインドタッチって覚えると、この辺が全て解決して結構楽しくなってくると思うんで、で、これは本当に 本当に誰でもね、できるようになるんで、練習さえすればね。えー、なんでぜひちょっと覚えていただきたいと。えー、で、おすすめの練習サイトなんですけど、二つあって、e タイピングっていうサイトと、このタイピングクラブっていうサイトがあるんですけど、この二つをえー使ってみるといいかなと思いますね。えー、この e タイピングとかはね、スコアとかどこを間違えやすいかよく教えてくれるんで、結構有名な国内のサイトですね。えー、これをまあ使ってもらうといいんじゃないかなと。e タイピングですね。ここの e タイピングにアクセスすると、腕試しレベルチェック、 やっていってもらえたら、いろんなこうタイピングっていうのを練習できる。毎週毎週テーマが変わるんでね。えー、やっていけるんで。 練習してもらえたらいいかなと思います。で、もう一つはこのタイピングクラブっていうね、言、えー、うので、このタイピングクラブ、海外のやつなんですけど、日本語でね、解説してくれるんですよね。この字幕がちゃんとついてて、動画で解説してくれるところがすごく良くて、あの、どの指を打つときとか、えー、この、この指で打ってくださいとか、ちゃんとズーというかイラストも出るんですよね。だから、その辺でこの二つも使うと、二つとも使うといいんじゃないかなと思います。結構、あの、英語で最初一瞬とっつきづらいように思うかもしれないんですけど、あの、全然、えー、簡単にね、 誰でも触れるようになってるんで、この1番のところから、えー、順番にやってもらうといいんじゃないかなとま日本語にも対応してるんでね、えー、右上の言語のところを選んでもらって、あの日本語を選択してもらうと、最近日本語に対応したのかな、すごくわかりやすくなってるんでね、えー、使ってもらえたらいいかなと思います。で、このタイピングを上達するためのもう鉄則なんですけど、これだけを絶対に守ってほしいと。あのローマ字入力で覚えた方が簡単で、あの日本語入力で打つ人もいるんですけど、カナ入力といいますかね。 えー、このローマ字入力の方が簡単で一般的なんですね。なんで、えー、このローマ字入力で覚えた方が無難かなと思いますね。で、この絶対にこのタイピングを上達するための鉄則としてこれを守ってほしいんですけど、ホームポジションを覚えるっていうのと、絶対に手元を見ないっていうこととね、あと決められた指で打つってこの3つなんですよ。最初すごくしんどいんですけど、この3つを、えー、徹底してほしいんですね。 このホームポジション。まあ、聞いたことある人多いと思うんですけど、この赤丸がついているところに一番最初に普段もずっと指を置くんですね。で、この F と J のところに、まあ、F が左手の人差し指が来て、J が右手の人差し指が置くんですけど、まあ、そこからあと中指、薬指、小指ってね、置いていくんですけど、あの、このホームポジションに置くことによって最小限の指の動きで済むんですね。あの、タイピングミスの多い人のほとんどはホームポジションを使ってないんですね。画流なんですね。で、 ホームポジションに指を置かないと、指がどこに行ってるか分からなくなっちゃうんですね。移動距離が多ければ多いだけ、やっぱりそれだけミスをするんですね。で、上手な人の、タイピングが上手な人の売ってるのって、実はすごい指が動いてるようで、一つ一つの指が動いてる範囲っていうのがすごく狭いんですね。なんで、余計ミスが起こりにくいと。やっぱりね、左手の人差し指伸ばしてこ、ここちょっとわからないですけど、こう右の方とか仮に打ちに行ったとしたら、やっぱり移動が多い、ミスが増えちゃうんですね。なんで、このホームポジションをまず絶対に覚えてほしいと。それから、 絶対に手元を見ないっていうの、最初ね、イライラするんです。やっぱり会社に入った子たち見てても、最初はイライラしちゃうんで、ちょっとね、見ちゃったりするんです。やっぱ早く打ちたいですね。あの、最初イライラするんですけど、絶対に、えー、見ないと。わかるんですけどね、気持ちは。癖で見ちゃうんですけど、見ると上達しづらいんですよね。実は覚えていくキーの数ってそんなにたくさんないんで、あの、絶対に手元を見ないように、えー、練習してほしいと。それから決められた指で打つってことですね。 担当する指とキーっていうのが決まってるんですね。これいろんなところにたくさん上手な人の見てるとガチャガチャしてるように見えるかもしれないんですけど、この表の通り、全部その指が担当するキーボードっていうのが決まってるんですね。キーが決まってるんですね。例えば人差し指だったらこの範囲、この紫色の範囲ね。で中指だったらこのピンク色の範囲だけを担当するっていうふうに全部決まってるんですね。ここをちゃんと あの、覚えてほしいと。担当する指とキーが決まってるんで、これを変えてガチャガチャ打ってしまうと、どうしても将来ミスが多かったりとか、後々伸びにくいんですね。なんで、このホームポジションを覚えるっていうのと、絶対に手元を見ないっていうのと、決められた指で打つっていうね、えー、これをね、徹底してほしい、えー。で、あとは練習あるのみですね。もうスポーツと同じで、やっぱ打つしかないんですよね、最初ね。頭で最低限の基礎だけ、やり方だけわかったら、あとは実際自分で打っていくしかないと。えー、で、目標値なんですけどね。 えー、うちの会社で言うと、大体 E タイピングっていう方のサイトで300ポイントっていうのを目指してもらってますね。このぐらいが、まあ、タッチタイピングできないと大体出せないラインというかね、手元を見ながらだったらなかなか出しにくいラインなんですね。で、苦手だっていう人は、ま、250ポイントぐらいを目指したいかなっていうところですね。一応大体全員300ポイントは達成ね、できてるんですけど、あの、まあ、どうしても苦手だっていう人もいると思うんで、そういう人はね、まあ、250ポイントぐらい目指したいかなっていうところですね。 で、まあ、あ期間は元々の、あの、どのぐらい売ってきたかとかセンスとかいろいろよるんですけど、期間は早い人だと1、2週間だと。ただ、本当に初、ど素人みたいなね、今から始めるっていう人でも、コツコツやれば1、2ヶ月ぐらいで十分達成可能なんで、日々どんどん上達していけますから、最低限最初ね、ちゃんとあの、手元を見ないとかやっていけば必ず上達していくんでね。で、逆にその300ポイント以上、すごく400、500って目指すっていうのは、 ライティング系の方があまり必要ないかなと思うんですね。まあ、例えば100文字打つのに1分かかるとして、仮にね、100文字打つのに1分かかるとして、まあ、5分かかっちゃうと、あの、本来普通は1分で済むものが5分とかかかっちゃうともうすごく遅いわけですね。 でもこの300ポイントぐらい出せてくると、えー、そこから本当に何秒かを縮めるっていう作業になってくると思うんですね。その1分ぐらいで打てたら十分なんだけど、そこから55秒を目指すとか、えー、50秒にする。要は努力と速くなるその効率、生産性の部分とかちょっと合わなくなってくるんで、まあ大体300ポイントぐらい出せといたら、まあ大体十分かなと。と、えー、いうことで、まあ練習ねしてほしいですね、えー。みんな最初は初心者なんですね。 あの、みんな最初は初心者なんだけど、努力をすればある程度までは誰でも IT スキル身につけるし、誰でもできるようになるんですね。あの、超初心者編っていうのは、 できたからって言ってお金を稼げるっていうことはいきなり難しいと思うんです。キーボードが打てるようになったからってお金をすぐ稼ぐって実際難しいと思うんですね。でも、最低限知っておくだけで、やっぱり生活は便利になると。今後の大きくね、稼いでいくための、まあ大きくというかコツコツとか稼いでいくための、その最低限の基礎スキルとか準備運動というかね、最低限のこう、準備なんですね。最低限知っておくだけで、生活は便利になるよと。 えー、最低限の IT スキルがないってことがデメリットになっちゃう時代なんですね。できたからって言って、えー、です,すぐお金を稼げるとかってことじゃないんですけど、最低限の IT スキルがないことが、 デメリットになっちゃうと思うんですね。だから、この最低限の部分を学んでいくための基礎の基礎と。まあ、大人なんでね、やっぱりしんどいことってあんまりしたくないと思うんで、あの、最低限、こう、余分なところはこんなところ覚えなくていいよっていうところはね、なるべく省いていこうと思ってるんで、あの、高いスクールに通わなくてもね、無料で学んでいけるんで、あの、皆さんだけじゃなくて、本当に初心者、皆さんこう、みんな初心者なんですよ、最初は。で、実際自分が詰まってると、あ、自分だけかな、できないのって思うと思うんですけど、たくさんね、あの、 メッセージいただくんですけど、本当に初心者からで困ってる人ってたくさんいるんでね、えー、共に学んでいけたらいいかなと思います。えー、今後もね、いろいろ配信していきたいと思ってるんで、えー、本当に一緒に学んでいきましょう。ということで、えー、今日もありがとうございました。